くれ。すぎ。さあどうだ。おわ、泳いだ泳いだ。いい感じいい感じ。うわ、めっちゃ早い。チャリーン、さあ、あなたの中堅らしいです。今日もね、恐竜世界でサバイバルやっていきたいと思います。というわけですね、だいぶ賑やかになってきた、ここの池なんですけれども、もうちょっとなんだよね、もうちょっと。というわけですね、もうちょっと生物を入れていきたいということでですね、今回はですね、前回、主役の座を奪われてしまいました。主役の座は奪われてねえよ。奪われただろ完全に。ねえ、カワウソ君に完全に持ってかれたビーバーちゃんをね、でも何匹かねゲットしていきたいなと思っております。というわけで、ね、早速釣れに行きましょう。さて出発しますがですね、今回はねアルゲンちゃんと行きます。なぜならビーバーちゃんをさらいに行くからですね。ただですね、結構遠いんだよねビーバーちゃんの生息地。あのね、すげえいるんだよビーバーちゃん、マジでびっくりするよ。本当にラッシーさん一番初めに見た時超びっくりしたもん。これね、あのね、この山を越えた、そうだな、だいたいマップのね中腹あたりにねいるんですけれども、すごい数のね、ビーバーがいて、まあでもその辺確かにちょっとよく考えられてるのかもしれない。アイランドの時とかはさ、なんていうかな、ちまちまいたから割とテイムしやすい、感じだったんだけど、今回はねすごい群れてるから、アルゲンちゃんがいないとねテイムするのがねなかなか難しいと思うんですよね。だからね、簡単にはテイムさせねえぞっていうね、なんかこう開発側の、気持ちがねすごい伝わってきますね。それじゃあ早速行きましょう。はい、というわけですね、アルゲンちゃんに乗ってやってきたのはですね、ラグナロクの山脈の中腹あたりでございますかね。これ滝のあるとっても綺麗なね場所なんでございますが、ここにですね見てくれ。いすぎいすぎ、ビーバーのね群れがね住んでるんですよ。ここすごくない、これこの数ったらないよね。すごいよね、何匹いる。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10匹もいるよ、10匹も。というわけですね、早速拉致していきたいなと思いますので、まずはこの子にしよう。黒113、レベル高えな。ほらカストロイです。茶色い子だったね。まあいいや、113レベル高いから、この子をね連れて帰りましょう。こんな感じでですね、たくさんね連れて帰りたいと思います。アルゲンちゃん重いと思うけど頑張ってね。よし、頑張ります。あと3往復ぐらいしなきゃいけないから。無理っす。霜降り肉でどうですか。せめて羊肉でお願いします。よし、というわけで戻ってきたぜ。いや結構遠いね、中腹からここまで来るのに。もうすぐお家でございますね。はいはいはい、帰ってきましたよ、帰ってきました。さあ、どこに行くかというと、ここかな、このトラップのところですね。ここにこいつを離していきましょう。はい、お疲れさーんと。さあ離したよと。さあこれでですね、こいつをサクッとテイムしていきましょう。よいしょ、さあ登るぞ。よいしょ、登ったらこの中にいるはず。あれ、中誰かいますね。あ、アルゲンちゃんついてきちゃった。違う、止まっててくれ、邪魔だから、ね、よしよし、オッケーオッケー。さあじゃあね、早速テイムしていきますよ。ほら、よし。さあどれくらい食らうと、何こいつ動かないね、どうしたの、弱ってんの、弱っちゃったの。あ、動いた動いた動いた、よかったよかった、弱ってんのかと思った。ほら、もう袋のネズミなんだよお前は、しょうがないから諦めろ。ほら、あー、今外した、下手くそ。ラッシーさん下手くそ、下手くそだな。レベル高いからなかなか寝ないねこの子。結構頑張ってるけ、結構頑張ってる。ほら、あ、やっと寝た、やっと寝ましたね。早速テイムしていきましょう。結構ねビーバーちゃんはですね、寝るのがね、寝るのじゃないや、この本スイッチがね下がるの結構早いんですよ。ほらガン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 下がってくでしょ。だからね、さっさとねテイムしないといけないんですね。よし、テイム完了。いや、やっぱ可愛いよねビーバーちゃんね。すごいすごい、この子とねつがいになりましたね。ちょうどオスとメスになりました。よかったよかった。はいはいはい、というわけでね、この調子でガンガンですね、ビーバーちゃんテイムしていきたいと思います。はい、
じゃらーん。というわけですね、頑張って、あとね2匹追加でテイムしてまいりました。ついに完成、ビーバー軍団ということですね。かわいいですね、やっぱりね、並ぶとかわいいですね。はい、こんな感じです。さあみんな、この池をにぎやかにしておくれ。いくぞ、レッツゴー、トーン。さあ来るんだビーバーたち。あー、来た。あ、早い、めっちゃ早くない？めっちゃ早いね、めっちゃ早いぞ。ちょっと邪魔だよスピノ君邪魔だよ。もうちょっとこっちの方で話し合いしようかな。うん、この辺がいいね、この辺がいいね。オッケーオッケー。それじゃあね、一人ずつ、解除していきましょう。解除じゃないや、放浪モードにしていきましょう。オッケー、これでね放浪モードになったはずなので、これで全て、停止にすれば、よいしょ。さあどうだ、おい、泳いだ泳いだ、いい感じいい感じ。うわ、めっちゃ速い、カストロイデスめっちゃ速いね、めっちゃ速いぞ泳ぐの。ほらほらほら、くる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 。あー、いいですねいいですね。なるほどなるほど、やっぱり初代水の、なんだろうなんだろう、水のなんだろう、水の王者でもないかな、水の王者はこの人ですからね。うん、どうですか住み心地は。あー、行っちゃうんだ話聞いてくれねえやよし、ちょっとね上から見てみましょうね。さあ上から見てみましょう、こんな感じです。チャラーン、あー、いいねいいね、なんかスピノサウルスと追いかけっこしてるみたいに見えない？いい感じじゃんこれ。ちょっと遠いな、向こうの端から見ようか。はい、チャラーン、おー、いいじゃんこんな感じ、すごいすごいすごい、賑やかになりましたね、賑やかになった。まだ足りないか。うわ、押された、押されたんだけど、スピノサウルスに押されたんだけどなんかどうしたらいいのかな。あとバリオニクスかな、やっぱりバリオニクスをもうちょっと入れて、もうちょい賑やかにするとちょうどいいかもしれないね。うん、でもそろそろラッシーさんちょっと別のことやりたいんだけど鉄工場をね作っていきたいなと思ってるんだよね。どうしようかな、ちょっと一旦川を賑やか、川っていうか池を賑やかにするのはこの辺にして、次回はね、鉄工場をちょっと作っていきたいと思います。はい、というわけでね、今日はこれぐらいにしましょうか。うん、まあでもだいぶ賑やかになったでしょ、ほらね。はい、というわけで、今日はこれぐらいにしましょう。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日はこの辺でまた見てね、バイバーイ。